気がついたら森の中だったんだ。そっちは？廃墟の収容所。それとジーナが殺されたわ。ジーナ、くそ、こっちはエドワードだ。ああ、でもあいつの腕輪を持ってきた。これで手がかりを見つけてやる。なんでこんな最悪。やれることをやるしかないわ。まずはここを調べましょう。ようこそ絶望の恐怖。オーバーシア、どうするつもり？これから行うのは劣等なものを奮い落とす実験。実験に使うウイルスは被験者であるあなたたち一人一人にすでに投与させてもらったわ。ウイルスを投与だと？死は我々の目の前にある。また会いましょう、グレーゴル。グレーゴル、カフカの変身の主人公か。ウイルスを投与したと言ってたわ。嘘だ。みんな感染してるわけ？とりあえず忘れろ。フレア、一緒に来てくれ。早く。一緒だったの？ああ、ここに来る途中ではぐれたんだ。これ使えるの？修理すればな。電圧が落ちてる。ガイドバッテリーと燃料がいい。ああ、それをこの寂れた村で探すわけね。そういう。クレア！ここも安全じゃないわ。脅かすなよ、新人。見ろよ、これ見つけたんだ。脆い壁くらいなら壊せるぞ。これ、ペドロのドリルで壊せないかな。頼んでみましょう。ペドロ、ドリルの出番よ。壊してほしいものがあるの。任せろ、案内してくれ。よし、下がってろ。またあいつらに来たわ。やべえ、これで通れるぞ。助かったわ。燃料があった。あとはバッテリー。
クレア、聞いてくれ。腕輪の通信が解析できた。発信源はここから北の方向、電波が阻害されない高い場所。北の高い場所ね。お手柄よ、ペドロ。脱出の糸口になるかもしれない。揃ったわね。さすがクレアだ。やっぱり頼りになるな。あとは俺に任せてくれ。新品同様に修理してやるからな。何なの？またオバチア？まずいわね。音であいつらが集まってくる。オッケー。私たちは酒場へ向かうわ。ゲーブは修理をお願い。
屋根に登れ。マイラ、こっちよ。ついてこい。だといいが。待って、ニール、ゲーブがまだ。行くぞ、持ち上げろ。行け。君もだ。急いで。ゲーブからはぐれたって聞いてたけど、無事でよかったわ。ああ、なんとか逃げ切ったよ。鍛えてたおかげだ。それで、さっきの化け物は何なんだ？ペドロよ。投与されたウイルスで発症してしまったの。私たち全員に同じウイルスが。腕輪の女が言ってた、恐怖に負けると発症するとかいうやつだな。クソ。ウイルスから人を守る立場の俺たちが狙われるなんて。まったく最悪だね。ああ、モイラ、彼はニール、私たちのリーダーよ。よろしく。君は確かバリー・バートンの娘だったな。 BSAA の。あの人の話はやめてもらえますか？関係ありませんから。ペドロが言ってた高い場所ってあれじゃない？あの塔か。オーバーシアがいるかもしれない。行ってみましょう。いや、今は危険だ。夜明けまで待とう。ペドロを見たでしょ。急がなきゃ。私たちには時間がないのよ。急げ。ニール、早く。後から追いかける。あの塔で落ち合おう。来い、化け物ども、こっちだ。いるわよ、気をつけて。わかった。
収容所にいた子ね。腕はしてたよ。あの子も被験者なの？オーバーシアはあんな子供まで巻き込んでるわけ？ほんと意味わかんない。今は無理よ。大丈夫よ、怖がらないで。名前は？どこから来たの？知ってることを教えて。どうしてここに？ちょっとクレア、私が話すよ。すごく怖かったよね。私も怖かったもん。私モイラ。ほら、お揃い。もう何の心配もいらないからね。お友達の名前は？ロッティ。ロッティか、すごくいい名前だね。モイラすごいじゃない。おいで。それじゃあ、あなたは今までずっと一人で逃げてきたの？よく頑張ったね。モイラ、聞こえた？最悪、排除するまで動いちゃダメだよ。もう大丈夫。あの子呼んでこないと。もう大丈夫よ。こっちに来られる？
ありがとう、助かったよ。かわいい友達だね。おじさんがくれたの。おじさんって？テラセーブのおじさん、昔助けてくれた人。やっぱりテラセーブの関係者が集められてる。